届きました。こちら、アイリスクープという二次会の冊子ですね。こちらをね、紹介していきたいと思います。はい、どうも、レッドフラッシュチャンネルのまっちゃんでございます。プシュー。アイリスの、ファンクラブ二次会からね、届きました。こちら、アイリスクープという二次会の冊子ですね。こちらをね、紹介していきたいと思います。もう早いものながらもボリューム10、10冊目ですね。僕は1冊目からはちょっと持ってないんですけれども、4、5冊ぐらいは持ってたと思います。で、まあ中身は見せませんけど、大体の内容をね、こう紹介していきたいと思います。まだアイリスのファンだけど、二次会、ファンクラブに入ってないようでもどうなのかなっていう人に向けて、発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。まあ二次会いろいろこう特典あるんですよね。優先してね、ライブのチケットがこう手に入る。まあそれはどこのファンクラブも多分似たようなものと思うんですけども、毎週、メンバーごとにこう、二次会のファンクラブでしか見られない動画とかも見られますし、二次会特別なこう、プレゼント企画とか、あったりしますので、楽しい、ファンクラブとなっております。まあ、いろいろ、ね、カードとか、継続特典とかも、もらえたりするんで、まあ、それは動画、いろいろ僕のね、見てどういうものが手に入るのかなというのを、見てほしいと思います。今回のアイリスのアイリスクープ、ボリューム10はですね、一応ね、幹事ということで、幹事たちの休日というテーマでお届けしている模様です。これ裏表紙。これでも十分貴重な感じですよね。他のグループさんとかの冊子は見たことないからわからないんですけど、僕は最初これ見て驚いたのは QR コードがついてるんで、動画が見れるんですよ。何分かの。それがすごいなと思いまして。だからこう写真とかインタビューが載ってるんですけど、動画で、その時の雰囲気を見ることができます。ボリューム10の内容ですけれども、幹事の休息。っていうのがありまして、まあ、あとはですね、メンバーここによる、コーナーとかもあったりします。6人にちょっと、聞いてみたって、二次会のね、入ってる人たちが6人のメンバーにね、質問を投げかけて、それをメンバーで全部答えていくっていうコーナーとかもあるんですよ。ここの、写真だったり、インタビューだったり、これ見てるだけでもなんかこう写真集見てるような感じなんで、すごいおすすめです。サキサマッチョの時の写真も載ってますし、サキサマのなんか可愛いもの紹介とか、あとはユウちゃんのその時のなんか一言のセリ心って言うんですけど、その時思ったことをちょっと詩で書いたり、ツイッターでまあヒミタスの漫画ですね、絵を見ることができましたけども、その少女漫画をね、ちょっと一部書いてたりします。ワカチーは最近、こう、カメラ持って出歩くことが少なくなってるって書いてますね。まあ、写真は、少ない感じになってます。ミュータンはなんか、お気に入りのコンビニの、なんか食べ物を紹介したり、ズッチャンはカフェとかの紹介ですね。そういうものをやってます。あとは、まあ、プレゼント企画とかあったり、すごい充実した、薄い感じですけど、もう充実した内容になっております。あとはいろいろありました。ヒミタスの26歳バースデーライブの内容をちょこっと写真とかで載せたりとか、ゆうちゃんのオンラインライブのね、この神対応サマーパーティーの紹介とかも、短いですけど、記事は載ってますね。アイリスの6ライブツアーカーニバルのね、パンフレットの紹介とかいろいろ載ってます。今からまあ二次会入ってこれを手に入れるっていうことは結構難しいと思うんですよ。もう多分期日的にもダメだと思うんですけど、でもまた今後続いていくやつも結構、いい内容が続いていくと思いますので、まあ、どこから見ても面白いアイリスクープ、こちらをぜひ広めるために、最近アイリスファンになったよっていう方もこの二次会に入ってね、こういうものをゲットしてください。もうものすごく楽しめる内容なんで、アイリスをね、もっともっとこう世間に認知してもらいたいと思ってる、まっちゃんでございますので、アイリスを今後もよろしくお願いいたします。アイリスのファンクラブ二次会ぜひ入ってください。気になる方がいましたらぜひ入ってください。お願いします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。